皆さんこんにちは、こんばんは。今回はドッカンバトルのドッカンフェス、これ来たので今回はこのガチャを回していきます。今龍石が173個あるので、これ巡連を3回引くと1回無料なので、まあ、全部で40連、まあ、予定ではね引くつもりでいます。で今回の狙いは、私はゴジータ派ですが、今回はねこの真ん中にいるめっちゃかっこいいゲジット狙いでいきたいと思います。それでは早速、あードキドキする、連続ガチャ、これいきますよ、いきますよ。さあいけ、ガチャル。あーなんかこの瞬間がすごいドキドキする。右サタン。さあいけます、待て、虹色じゃないの。お、金髪になったぞ。どうだどうだ。おお、3回抜かなかった、怖い。はい、まずベビー少年対フェス銀は一体も持ってないので、欲しいチース。次はヤジロベー、あるで、ヤムチはどんどん行こうか。これをご飯ね。やばい、 SSR 来ない。 SR じゃなくて SSR が欲しい。はい、チャオズ。はい、次はタコマ。やばいパープル。え、終わっちゃう、ベジータ。え、終わっちゃったんだけどSR 止まり。次行きます。あー出ないってパターンも最悪あるからね、怖いよ。行こううわー怖い、お願い悟空、お願いします、お願いします。17号、トランクス、 SSR 欲しいよ。17号、なんか17号とかチャオズとかさっき言ったらいっぱい出てる、いっぱいでもないか。2体目、あ、ヤジロベもさっき出たじゃん、同じトーンじゃないけど、なんか出ないんじゃないのこれ。5点、かわいいけど、あ、さっきもダブル出たよ。あ、ベジータ、ベジータ、ちょっとやばい、やばいよ。30連目、ほんとやばい、これ1個しかない。あ、26来た、26から26、金髪、1、2、これバイバイ心が来てくれると、あー来なかった。なんじゃあ、あーかわいい、トランクス、これもよく出るな。じゃあこう、うわープー好きだけどね、それでこれ悟空リーデル、うわーこれ最悪なパターンです。30連やって1体も出ない。お、これなんかあれが出てない、あーそっか、できないのか、ため息が出ちゃう。もう最後、じゃあ無料の、あ、大サービスって書いてある、これにかけるしかない。かけます、これに、最後お願いします。何もサタンも何も来なかった。蹴りつけてやる、お、蹴りつけてやる、あれ来い、1、2、バイバイ悟空が来てくれると思うし、あー来ない来ない、13に、
よく出る。ちょっと、いいじゃん。怖い。飛び出しん。フレル。リクーム。トランクス。ちょっと終わっちゃうよ、終わっちゃうよ。ああ今回はとっても最悪な結果。せめて一体出てくれてもいいのに。ああ今回はね、フェスゲームのキャラ一体も持ってなかったので一体ぐらい欲しかったんですが、最悪な結果 SSR 一体も出ないという結果になってしまいました。皆さんはどうだったでしょうか。というわけで今回はドッカンバトルのフェスゲーの画像を回してみた動画でした。またね。